ことを言うからですよ。
くれてることも分かってます。だって
リンリンも食べに行くあるよ。美月さん、レストランの開業おめでとうございます。私もお料理伺いたいと思います。どうぞ末永きご多幸を祈っております。見たい女の子を選んでください。あ、私のプロ
都会に憧れてこのお店で働くようになりました。都会っていいですよね。キラキラしています。田舎から出てきてまだ都会の風習とか知らないので教えてもらえると嬉しいです。これからよろしくお願いします。